この問題はもう事実上のあのイディオム表現ということになりますのでまあ知ってたら一瞬で終わっちゃう問題です。Uh, Let's have a swim here swim a ここで泳ごう、まあ、ちょっと直接問題には関わらないといえば関わらないですがこの「ハブはスイム」っていう言い方ですね。あのこれってもともとはこの動詞1号「スイム」でも十分表現できたんですけれどもまあこれをちょっと。 あの形式同士というふうな言い方をすることが多いですがあえてまあこういうふうにことがあります、まあ、これはあのこの書き換えって言うてもよくある表現ですのであの形式同士というキーワードあの言われてえ何のことって思う人は一度確認をしておいてくださいね。でもう一つがまあこれレッツとなっていてでレッツと相性がいいものって言ったらこの選択肢見たらねこの「シャルイ」って真っ先に浮かぶじゃないですか。まあ、イメージとしてこの レッツ V. まあ、これ動詞の原型ですね。で、それと同じような働きをするものとして。まあ、シャルウィーというのが入ってきます。まあ、レッツだったら。まあ、これは、あの肯定文の形ですが、ええー、シャルウィだったら疑問文の形になるということで。まあ、このレッツとシャルウィーというのは非常に相性がいいということは、当然知っていると思います。そして、実は、これ不可疑問文になった時に、レッツっていうのは。 はい、もう「シャルウィ」をそのまま伴うっていう、まあ、こういうふうな形になってるんですね。まあ、これであの「これこれしようぜ」のところにさらに「しましょうか」みたいな感じで「あのこれこれしましょうよ」っていう言い方をすると。まあ、あまり見慣れないかもしれませんけどね、まあ、こういう表現があります。でもう一点あのこれねここって否定文じゃないじゃないですかでも「シャルウィ」ってこれって肯定ですよね 要するにこれ、肯定肯定になってるように見えるんですよ。ってなったら、じゃあ例えばこれ、ここが否定文だった時はじゃあどうなりますかと。まあ、ただでさえこれって通常の不可疑問文のルールとはずれてますよね。あの、普通は、主説が肯定文だったら、こっちは疑問形の形が入ってくるんですよ。疑問形が入ってくる。で、こちらが否定文だったら、こっちは肯定の疑問文の形が入ってくる。なんですが、あの、レッツ・シャル・ウィーの組み合わせに関しては、ここが肯定だろうが否定だろうがもうシャル・ウィーなんです。 あのレッツの否定形って言われてえ何それって思ったかもしれませんが一応レッツノット V などの形まあこれちょっとイギリス英語アメリカ英語でちょっと形変わるんですけどもあの実はこれこれしないでおこうぜっていうレッツの否定文の形でありうるんですよ。えー、なんですが、まあ、実は「Shall We」はどの形であろうともうレッツと「Shall We」っていうのはもうこれ固定の組み合わせということになりますのでちょっと注意をしておいてください。